はい、はい、こんにちは。こんにちは。二藤です。宮舘です。いや昨日お疲れ様でした。おとといも連日連夜押し上げ隅田図画工房で、はい、ね、毎晩深酒を、メガネなくしました。いやどうなんですね。これだから前メガネなくした時にメガネを探すために買ったメガネ今読みとしてあって、読みみたいな。いや何時頃から行ったのかな、ね、うん、いや本当ね久しぶりに携帯もないんだよね。で昨日歩いて帰ってる途中に、ここはどこ、私は誰状態、あれ何してんだ今みたいな感じになって、であれ今ここどこだみたいな。いやいや、歩いて帰って、あ、どこに向かって歩いてるのかが、どこを今歩いてるのか、状態です。ここで途中セブンイレブン寄ってコーヒーを買って、でお金好きなだけ取って捨てたりしてて、でもなんと数えられない。あれだから、あれ認知症で徘徊する老人ってあんな感じなんだろうね。メガネないから、ほら駅の名前とか見えないじゃん。はいはいはい、あれはなんて、パッと気がついたら住吉の駅の前にいて、だって、あ、家がその真ん前だからね、ここだと思って。いや、電車乗ったんですかね。いやいや、だから昨日電車の終わってる時間だもん。あ、そうでした。うん。あ、じゃあずっと歩いてたもんね。そうそう、だから途中の記憶ないんだよね。禁止を通過した記憶が見事に欠落してんだよね。でどっかに乗った時もない。お財布もちゃんと普通に置いてたし、ただ携帯とメガネがないと。いなくなっちゃいました。帰ってきた、帰ってきた。いやいや、ということで今週は3本、はい、ということで、携帯、一応警察届けた方がいいかな、交換にね、携帯とメガネ、どうやって帰ったんだっていう。今週はですね、はい、3本、でちょっとネットがパソコンを変えたんですよ。
グルカツラ、レストランカツラというですね、室町の洋食屋さんたちで、日本にある洋食屋は、思い出作ったら日本人に合うからで、佐々木さけちゃん、純米大吟醸をしてですね、確か美味しい、うん、合うでしょうね、うん、でちょっとわさびベースでね、ローストビーフのねのソースで食べるんですけど、うん、とかね、あとエビフライがまた無駄にでかいっていうかね、うん、めっちゃでかいんで、もう洋食屋さんですから、まああのあとはポークカツレツとかですね、うん、まあ、7品コースが出てきましてですね、それぞれの料理に合う日本酒を佐々木から合わせて、大体後半戦もベロベロになってると気になりまして、まああのでおかん番としてですね、助っ人おかん番としてですね、蛇の市と寿司屋さんがある、そこの若旦那が来て、要はだから日本橋の若旦那が集まって、まあ、洋食と日本酒を、で、まあ、20人ぐらいのね、会費が確か5000円だったな、それまあリズナブルですね、うん、にしても、いや、中身も非常に充実して、料理だけでも、まあ、5000円だったんじゃないですか、1本1万円の大吟醸とかね、もう即満席になりました。また次回
人が、まあ、柴井町とですね、うん、吉原を作ったんです、遊郭、うん、ね、遊郭をね、うん、でその柴井町の方に中村座とか市村座という、まあ、小屋ができまして、まあ、それがあの江戸歌舞伎の発祥の地ということで、うん、まあ、人形町はあの芸能の町なんですね。でその後、まあ、芝居が高いんでね、お芝居の技術が結構高いんで、まあ、庶民向けに人形浄瑠璃とかね、薩摩浄瑠璃の小屋がどんどんできた。で、人形師、人形作る人や人形をやってるね、人形関係の業界の皆さんが集まってきて、少年が人形浄瑠璃をやったということなんですけども、まあその伝統芸能自動に加えたんですね、美術館なんですね、来るよと、はい、写真出ない、いろんな問題が今日は昨日からもう、そう、昨日はネットミュージックの皆さんとね、はい、大盛り上がりは良かったんですけど、指張りちゃったこれ、ちょっと太鼓叩いて、あはい、ということで、はい、ネットはつながらない、写真は出てこない、メガネはない、携帯もない、酒は残ってると、酒は残ってるし、今週はあの、あ、来週の10日に、はい、取り歩き、はい、ちょうどね、3本目の記事がグランルーフですね、東京駅の大好きなグランルーフの屋根に全長 200m を感じて、先週聞いてみました。
パラボラアンテナで流星を感知して、で流星がだいたい10分に1個くらい流れるんで、流星と一緒にその願い事をツイッターで皆さんと募集して、流星が流れると願い事がシューッと上に消えていくという、まあ、それで願いが叶うかどうかは分からないと。うん、分かりますね。OK ですね。これシャンパンゴールドの中通りですね。まあ、だいたいどうだろう、ゆっくり歩いて90分ぐらい。ああ、そんな長いですね。うん、いや全行程ね、うん、だから丸の内集合して八重洲経由で日本橋回って福徳神社でゴールと、そのまま電車で押し上げ、隅田津川方向に行って、はい、でこれのトマトの空でトマト買っとかなしてから、そうそうそうね。しかんだったんですね。美味しそうですね。トマト味噌はうまいよ、あれはちょっと。危険です。まあ、そうなんですよ。下に合えば、今、そんなこと。お腹が鳴りそうですね。お昼時ですね。東京行こう。ね。クリックスクエア。今回は、10人ぐらいかな、はい、のはいはい、まあ、一般にオープンにしてないんですよ、まだイベント。あ、そうなんですか、告知してない、一応だけでやって、まあ、今週ちょっとオープンにしてもいいのかな。ですね、あんまり大勢になるとまた大変で、ね、まとめるというか、ね、前回最後のほら、ね、宴会やっぱ10人ぐらい、うん、でちょうどぐらいでしょ、まあ、まあ多いと、まあ、早いことありますよ、うん、あ、そうそうそう、これは、京橋スクエアかな、京橋のブリヂストンのですね。あ、はいはい、石橋美術館の、うん、橋元、うん、じゃなくて、もっと京橋のね、うちのだから、あの昭和通りの京橋のあたり、あ、そうそう、ね、これも、これも少し見えないですね。あれはたまたまですか。いや、今たまたまだけど、なんか車輪もいいでしょ。ね、すごい、ね、何バランスいいですね。うん、でこれ東京駅、これはあの切手の屋上から、うん、ね、撮った東京駅の丸の内駅舎ですね。すかね。東京駅のね、うんうん、撮影ポイントあったのは丸ビルね、はい、新丸ビル、新丸ビルのね、5階か6階の屋上に出れるんですよ。ただで行ける、無料で入れるんで、あそこがね、まあ、撮影ポイントとしてはいいんですね。それもいいね。今のちょっとグランルーフはね、今回のグランルーフのインスタレーションが一番今まででいい。あ、そうですね、うん、あの今まではなんかビールの泡の色にこうとかいろんな企画倒れが多かったけど、今回やっとね、うん、グランルーフ あの正しい使い方してるなっていう感じですね。あ、これ綺麗だね。都会を感じますね、うん、これなんか未来みたいな、ね、うん、これいい写真だな、はい、自画自賛すごい近未来っぽいですね、ブレードランナーのような、うん、で手前がね、駅舎がやっぱりちょっとレトロな感じで、うん、あ、これグランルーフの、これわーって手を上げてるとその影が映ってるっていう感じですね、はい、でその影がね、列車からこぼれてきたこの光に当たるとなんかパンパンパンと光の束になって、すごい、今いろんなことできるんですよね。そうそう、いやだからこれ昨日ほら韓国からお客さん来てたじゃない。あ、はい、カメラも、うん、彼これ行ったらいいのにって昨日言ってた。あ、言いました、うん、
ただの、明日までいるみたいですね、うん、じゃあ教えてくれば、彼女と一緒にね、行ったら、うん、まあ、そうっすよね、そか横浜かお台場か迷ってましたね、東京駅で十分だと思う、うん、日本橋も、そうだ、日本橋来るから、うん、特にね、夜なんかいいっすよね、ただだしね、はいはい、うん、そう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 。FT がね復旧したから、うん、電気代もね下がっていいですよね。昔この規模のやつだったら大変だよ。大変なことになって、ね、まあ電気代もそうだし熱持ちしね、危険な危険ですけども、今、うん、とかだからあのプロジェクションマッピングが、うん、その東京駅のねあのイベントが有名ですけど、やっぱりプロジェクションマッピングがなぜここまで流行ったかっていうのは、なんかあの映画館のプロジェクターがいっぱい余ったんだってね、はい、全国の映画館が、あ、閉まっちゃったりして、うん、閉まっちゃって、まあ、でその映画館のその映画館用の、ね、コマーシャル用のプロジェクターなんだって、それが大量に出たんで、それが必要らしいですね、はい、ということで、はい、メガネはない、携帯はない、パソコンはつながらないという三重苦の中で、なんとか乗り切ったというか、なんというか押し切ったというか、はい、ということでございますけども、やっぱりあの飲みすぎはいかんね。そうですね、まあ、今日はね、あのこの後今日取材5時から、はい、あの北斗 JR の急行特急、急行特急の北海道の夜間、うん、この間から、ブルートレインね、うん、この間、ラストランして、うん、でその北斗の、座席とかをそのまま利用して、ホテルができました。うん、駅直鉄なんですね、一泊2,500円なんです、うん、まあ、いわゆるあのホステルですね、うん、あ、じゃあアイビアで、うん、そうそう、あのアイビアっていうか、あ、おそらくあの寝台特急だからこれ、あ、そうですよね、寝台のその確かにね、だからあれあれで泊まりたいですよね、2,500円なんですよ、ちょっと今日行って取材してきます。12月15日からスタートで、あるプロジェクトってやってるんですけど、泊まれるんだよね、記者が お試しで泊まれ、送らせてくれるんだよ、はいはいはい、楽しいね、楽しそうですね、だって合宿だと思って修学旅行国とかして大人の修学旅行国、それもいいね、2500円だったら、でもあの辺で飲んでさ、うん、でみんなあの、はい、男部屋は5階とかさ、6階女の子6階とかさ、そう、あ、修学旅行もいいな、やるか、うん、そのことはすぐ実行に仕事はなかなか実行にしてないそのことはすぐということでですね、私もウダウダと30分人生の無駄遣い探し物は何ですかと以上はい